日本共産党の高橋千鶴子です。えー、今日は、あの、臨床研究法案についての質疑ですが、あのー、私の前の皆さん、全員が、あのー、時間が足りないということをおっしゃっておりました。で、やっぱり法制化についての方向は、皆さんが、あの、同じ方向を向いているんだと思いますが、あのー、課題が、あのー、 いろいろあるということで、そのような、あの、議論になったのだと思いますので、私も二十分では足りないなと思っておりますが、あの、引き続き、やはりこの問題は、深めていく必要があるということを、あの、思っておるということを最初に言っていきたいと思います。え、そこで、あの、法案のもとになった、あの、検討会の報告書は、二0 1四年の十二月十一日に出されているわけですが、あの、結びにこのように書かれているわけですね。えー、我が国の成長戦略や、 国民の健康寿命の延伸の観点から、さらなる活性化が求められている臨床研究に対し、内外の信用を著しく損ねる不適正事案が生じたことは重大な問題である。まあ、あの、私、大変違和感を感じました。 つまり、成長戦略の目玉であって、臨床研究はね、大いに進めていきたいと。しかし、こうした不適正事案が生じちゃったので、まあ、あのー、やらなきゃいけないよっていうふうな感じで、非常にね、そうなんだろうかっていうふうに思いました。えー、昨年一月一日の薬事日報は、えーの、被験者保護という、 本質的な議論がなかったというふうに厳しい指摘をしております。そこで伺いますが、え臨床研究の法制化に向けた議論は、この不適正事案にとどまらず、もう十年以上前から続けられてきたと思いますが、伺いたい。またその際、やはり人権保護ということは、繰り返し、あの、法定化の前提として指摘をされてきたものだと思いますが、なぜ被験者の権利規定が、あの、規定されなかったのでしょうか。 官大政局長お答えいたします臨床研究については あの憲法で保障された学問の自由との関係もありましてまず平成15年に倫理指針を定めましてその遵守を研究者等に求めることで対応してきたところでございますしかし今回の一連の不適正事案の発生により我が国の臨床研究の信頼が失われたことを踏まえまして先生今ご指摘のございました平成26年12月に取り,取りまとめられました検討会報告書において我が国の臨床研究に対する信頼回復を図り

を規制する初めての法律であるということもございまして、法制的な問題、それから学会等関係者との調整に時間を要していたものでございますけれども、今般、取りまとまりましたことから、本通常国会に法案を提出させていただいたところでございます。 それからその被験者の権利規定がなぜ規定されなかったかということでございますが、法律の目的には研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを通じてその実施を推進し、もって保険衛生の向上に寄与することを目的といたしております。したがいましてこの患,者さんの患者さんから臨床研究に対する信頼の確保を をを図るとということ自体を目的に掲げております具体的には法律の規定といたしまして、特定臨床研究を実施する者に対しまして、研究の目的、内容等について、研究対象者に説明し、同意を得ること、研究対象者に健康被害が発生した際の保障等について定めること、 研究に起因することが疑われる疾病等が発生した場合、厚生労働大臣等へ報告することなどを義務付けておりまして、研究対象者の権利の保護についても、規定をいたしているところでございます高橋千鶴子君。 あの今、答弁されました研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを通じてうんぬんというところはです、ねえっと、今年の5月19日の参議院厚労委員会であの川田隆平議員の質問に対して大臣がお答えになっておる,おると思うんですね。であの 河田議員の質問の趣旨も同じ、私と同じだったと思うんですが、まあ信頼の確保っていうのは、あの、それはあの、人権の保護と、 保護とは違うだろうということをあの川田議員自身がこれに対して反論をしていると思います。で私はあのそうだと思うんですよね。ディオバン事件から我々が学ぶことは何かと思うんです。あの報告書、あのディオバンの事件の報告書の中でね、あの我が国で承認された2000年当時。 一般に製薬企業による医薬品開発は高血圧症や高脂血症などの比較的患者数が多い疾患を中心に進められておりこのような領域における市場獲得競争で 内外で激しいものがあったということをあの現状認識しています。つまり、どの企業もあの同,じようにえ同じような種類の同じような効果を持っている薬をね販売している中で激しい競争をしてなんとか差別化につながる根拠を新たな科学的根拠を求めていたとそうした中であの起こった事件だったということなわけですよね。ですから、これがあの当然その医師の診療 の基本にもなる広告でね大きくの取り上げられて医師があの判断する基本にもなっていったということなわけで全体を歪めてしまったわけなんです、でそ,こをやっぱりその立場に立つと単に信頼の確保だけではあの済まないだろうと思うんですねで倫理指針というのはさまざあまあ,あるんですけれどもやっぱりどれも基本はヘルシンキ宣言にあるように。 あの、人に対する医学的研究が単なる人体実験であってはならないということ。人間の尊厳及び人権が守られることが前提であるはずなんだ。で、ある意味ね、ディオバンは、高圧剤としては効果が認められている薬なんだ。もうだから世に出てるんだからと、あの、おっしゃるかもしれません。しかし、今回は、あの、この薬の大規模な研究によって、まあ、脳卒中とか、 病強振症とかさまざ、あ、まな効能があるんだよということを他の薬とは差別化したい、そこにデータを改ざんするという事件が起こったわけであるし、どんな効果がある薬であっても使い方が間違えば重大な影響を与えるということは基本だと思うんですね、あの改めてその立場に立って倫理指針の人権定あの法定化すべきではないでしょうか。大大臣。臣。厚生労働大臣 あの、ディオバン事件事案について、あの、企業がですね、この奨学寄付金が研究事案の支援に用いられることを意図及び、まあ、期待をしていたというふうに述べているわけでありまして、このような不透明な資,あの資金提供を背景にデータ改ざんが行われたというようなことが、我が国の臨床研究の信頼性を損なったということだと思います。 ただいまあ、あの残念なことであって、でそういうことで、まあ、今回あの、改めて法案で、えー、製薬企業からの資金提供を受けて実施される臨床研究に対して、えー、実施基準の遵守などを義務付けるとともに製薬企業等に対して自社製品の臨床研究に対して研究資金を提供する際には、えー、研究開発を実施するものと契約を締結をするということを、まあ、資金提供の事実の公表を 義義務務付けけるといいう新たたな義務を課したわけでございますで今あの、河田議員からも質問があった、この人間の尊厳および人権が守られるという問題についてでございますけれども、えーまあ、これはあの参議院でも答弁をいたしましたけれども、特定臨床研究を実施する者に対して、研究開始前に、 研究の目的を読み容等について研究対象者に説明をして同意を得ること、これを義務付けるわけでございます。それから研究対象者の生命健康の尊重の措置として、厚生労働大臣は特定臨床研究の実施による保険衛生上の危害の発生または拡大を防止するため、必要があると認めるときには、特定臨床研究を実施するものに対して、 当該研究の停止を命ずるこ,と、まあ、こういったことをまあ規定をしているわけでございますので、研究対象者の尊厳及び人権の保護に配慮をしている内容が盛り込まれているということで、明示的にまあ人間の尊厳及び人権が守られるという表現はない,ないにせよ、こういうような形でえ同じ趣旨のまあなな内容が 盛り込まれているという理解を私どもはしているところでございます。高橋千鶴子君、はい。あの大臣がその趣旨はあの盛り込まれているんだというのであれば、やはりそれを明記するべきだったと。 思っています最初にあの質問したようにあのもう10年以上前から議論されてきたのはやっぱり臨床研究指針が改定されるときにやっぱりこれあの人権保護ということと研究の公正さ合わせてあの盛り込むべきではないかということが議論されてきたんだから初めての法律を作るという意味で、ね、あのまだまだ限定的な法案だったかもしれないけれどもその時に真っ先にやるべきことではなかったのかということを指摘したいと思います。で次にあの 中身に入るんですが、先ほどあの倫理審査委員会はね、やっぱりオバンでは機能しなかったんじゃないかということで、本法案がどうなるかということをして質問を通告しておりましたが、岡本委員が厳しくあの指摘をしましたので、ここは時間の節約であの指摘だけにしたいと思っております、そこで次にあの情報公開規定なんですけれども、あの現状でもね、あの各企業があのホームページから資金提供 あの、の、情報を、あの、解除をしているわけですけれども、あの、非常に、あの、難しいし、ばらつきがあります。 であの現行の制約基本の透明性ガイドラインにあのよってあの公開されている範囲とあの今法案、法案でこうやろうとしている中身とはまたガイドラインよりはまだ狭いことになっておりますでやっぱりここはです、ね、もう少し踏み込んでやるべきではないか例えばあの、詳しく調べようと思うと個人情報の、えー、保護のフォームが出てきてあの改めてこう自分がどういうものであるかというのをこう 送らなければできないという,ようなことで、もっと統一したポータルサイトにするとかしてあの、情報公開を進めるということが必要なんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ルールに基づきまして各企業が公表の取り組みを進めておりましてこれまでの取り組みを踏まえて本法律案においても各企業において公表を行うということとしております資金提供の公表は臨床研究に対する信頼を確保するため製薬企業等と臨床研究を実施する医師や医療機関との関係の透明性の確保を図るという目的で行うものでございますある医師が複数のの企業からら総額でいくらの 資金を受け取っているのかということを明らかにするということを目的としている措置ではないことから各企業の公表内容を統一して集約するということは現在考えておりませんただ一方で各企業の公表について公表の方法が統一されておらず閲覧等がしづらいという指摘があることを踏まえまして例えばあの 来社方式ではなくて、原則インターネットで公表を義務付けるということですとか、ウェブページの印刷ができないという指摘がございますので、それはできるようにするといったことなど、できる限り公表方法のルール化を図ってまいりたいというふうに考えております。高橋千鶴子君 あのまあ、できる限りということでありましたただあの、この情報公開の規定についてはあの励委人が非常に多いですのであのもう少し、ね、どんなことを考えているのかというのをあの議論していく必要があると思うんですねで、その上で非常に大きな論点となっているのが、労務提供、これはあのまさに納ばしの問題がそうであったわけでこれは当然公表の対象とすべきだと思いますがいかがでしょうか。崎厚生労働大臣 あの、今回の法案は、臨床研究に対する信頼の確保を図ることを目的としているものでございますので、製薬企業等からの資金提供について、臨床研究に関連したものに限って公表、まあの対象とするということに整理をしているわけであります。で、ロー提供の点で御指摘をいただいたわけでありますが、この公表の対、これを公表の対象にするということについて、その範囲を明確化することがなかなか難しい。 それから諸外国の法制度でも対象となっていないということから、まあ、今回の法案では公表の対象としていないというところでございます高橋千尋君、はいあの。これについては、あの引き続いての議論をするべきだと思うんですね。と アメリカのサンシャイン条項のように10ドルからすでに資金提供があれば公開をしていると、まあ、そうした例にもやっぱり学ぶべきだという議論もこの間されてきたと思うんですね、そういう点で、まあ、実際にどれだけのものになっていくのかというのがあのまだまだわからないということがあるのであの重ねて指摘をしたいなと思っております、それであの次にです、ね、大臣に伺いたいんですけれども。あの さっき、調査権限あるいは監視指導あの最大では罰則付き中止命令ができるというふうに今回なったわけです、でそれについて細かい質問が岡本委員からあったわけですけれどもその中身のことではなくて私が聞きたいのはあのまあ厚労省にこれまではなかった権限が付与されるということなんですけれど厚労省自身が襟を正していかなければ 本当にこの調査権限や監視指導をあのきちんとし果たせるだろうかということをあの決意を伺いたいと思うわけですね。例えば先ほど例えば、先ほど岡本委員などが素人として出していた中にもありましたあの J アドニーの,あの事件がありましたこれは私があの田村の厚労大臣の時に <laughs> 質問したわけですがあのアルツハイマー病のね 長期横断観察研究ということで、あの、同じへの研究者の中から、あの、主任研究者に対して、あの、これは、あの、データがおかしいのではないかという相談が、厚労省にあったわけですよね、メールで。ところが、その厚労省が、 あろうことかその問題とされている主任研究者に困難ありましたけどと丸,丸,丸を繰り返してしまうとですから、あの収秘義務違反であることは間違いないわけですけれどもそうするとね、ねもし起こっていることがもしやデータ改ざんかもしれないという重大なあのことの端緒かもしれないのにそ,その出だしのところでねあのお知らせしてしまったとなると当然、その もしそれが本当に深刻な事件であればあの資料の保存という問題とも関わってくるわけですしあの重大ではないかということを指摘をいたしましたでその前には民主党政権の時でありましたが薬害イレッサの下書き事件というのがございました学会がこぞってあのイレッサの効能についてアピールを出したわけですけれどもその下書きをご丁寧にあの厚労省が書いていたと。 いう事件でありますただ、これをあの結局あの、質問を契機としてあの調査研究あの検,、えー、検討会といいますかね内部でやっていただいたんですが結論は過剰サービスという結論だったわけですねいやこれでは本当にねあの再発防止にはとてもならないのではないかと思ったのと私自身の問題意識はこれって案外普通に行われていることなんじゃないかなと。 でそれがたまたまあのー、今、渦中となっている事件の中で発覚したのであって、まあ、厚労省が、あのー、こんなふうにどうでしょうかというのが日常的に行われているんだろうかという疑問を私自身は持ったわけであります、こうした問題が、あのー、の続いてきたということを真剣に反省をして本当に監督指導できる立場なんだろうかということを大臣に伺いたいと思います。 今回ですね、この臨床研究に関して、今まではまあ倫理指針に基づく実施指導体制であった、すなわちまあ厚生労働大臣にも行政指導にまあ強制力がない、まあ、そういう形であったものに、法律に基づく指導体制、実施指導体制を構築するということで、法律に基づく調査、権限、あるいは監視指導ができるという形になる中で、 ございますし、まあ、あの規制の実効性を確保する観点からは中止命令、そして立ち入り検査等の行政処分の拒否等に対する罰則というものも設けられているわけで、厚生労働省としてはこの臨床研究の信頼性を確保するためにこうした権限を通じて、不適切な事案に対して厳しく対応するという、まあ、法的な枠組みを今回ご提起を申し上げていると。 いうことであるわけであります。で、今、あの、いくつか御指摘をいただいた、厚生労働省の中における、あの、必ずしも適正じゃない動きについて御指摘がありました。それはそれで、あの、そのとおりだと思いますし、製薬企業とか学会との関係が、厚労省との間で、えやはり、曇りがあるようではいけないわけでございますので、疑われることはないように、きちっとコンプライアンスを守りながら、 今回法律で定める監督あのの指導の形でございますから、厚生労働省自身も国家公務員倫理法の遵守はもとより法令遵守をしっかりとやっていくということが当然のことだと思います。はい、中橋千鶴子君、はい、あのその通りとおっしゃっていただきましたので、あのしっかりと襟を正していただきたいと思います。あの残念ながらあのじあの時間になってしまいましたので、あの。 もう一言で終わりますあの。資金提供のあり方などについては役ンブ文パーソンですとか、あのー、被害者の団体連絡協議会などで,ですとかさまざまなところから意見が出ております。まだまだだ、あのー 緩いのではないかという問題、透明性が足りないのではないかという問題が出されております。それから最初に言ったあの人,人権規定の問題などは、あの政略協の方からは、む,のむしろねあの、それを踏まえながら全ての臨床研究に対して、あのー 法規制をするべきではないかというですから、まだ議論があの途中なんだなと思っておりますがあの検討規定も設けられているということであの重ねてねこれいいものにしていく議論が必要なんだということを指摘して終わりたいと思います。